まあ本当前半の失点は自分たちで、まあ、自滅というか自分たちの何ですかね、問題だったと思うので、まあ、そこは早く改善しなきゃいけないと思いますし、まあ、それでそういう失点を減らさないと、まあ、勝ちきれないと思うので、まあ、そこは反省ですけど、まあ、その中でも前半いい形もてか、まあ、大体ボール持てましたしチャンスもあったので、まあ、そこで個人的には前半決めるチャンスもありましたし、まあそこを決め切りたいっていうところと、まあ、ただ後半ああいう形でまあ追いつけたっていうのは、まあ、去年なかなか先に失点すると、まあ、なんですかね、こう追い越すというかこう逆転する機会少なかったんですけど、まあ、今日もう一つ取って逆転できればまた、まあ、強いチームになれたかなと思うので、まあ、そこはまた次につなげたいです。序盤なかなかこうリズムつかめない中で加藤選手の一本の裏へのパスに抜け出したって、ああいうところがこうちょっと流れを変えるきっかけになったのかなと思うんですけど、あの辺の場面というのはなんかこう呼吸があった感じですか。まあ、背後に関しては僕はまあ常に狙っているので、まあ、あとはそのキッカーの選手とのタイミングだったり前にまあ貢献出してくれるので、まあ、その目が合った時はああいうボールが受けやすいですし、まあ、そこはまあ僕自身のストロングであるので、まあ、継続してやりたいと思います。後半のちょっと2ゴールちょっとお伺いしたいんですけれども、まず PK です。キッカーになりました。そうですね、まあ、永井さんに指名いただいたんですけど、まあ、J リーグで初めて蹴ったのでさっきも話しましたけど多分高3の国体以来じゃないかなっていう、まあ、公式戦は初めてですけど、まあ、ただ練習であの PK の練習もしてましたし、まあ、いきなりぶつけ本番ではなかったのでそういう意味では、まあ、意外と落ち着いて蹴れました。キャンプで結構 PK の練習やってましたよね。なんかある程度そういうのの落ち着きもあったのかなっていう。そうですね、まあ、去年まあ、何度か PK あって、まあ、入らなかったシーンもあったので、まあ、1個取れたのは良かったです、はい、2点目はもう嗅覚かなと思うんですけど、あの場面全体ちょっと振り返ってもいいですか。まあ、ちょうど、あの得点のちょっと前にあの自分がマッチアップしているサイドバックの選手が変わって途中から入ってきてて、多分そこら辺のその僕自身のストロングというか、まあ、背後の部分だったりとか、まあ、途中から入ってきてそのなんですかね、落ち着くまで多分対応にちょっと 手間取るというか混乱するんじゃないかなっていう感覚があったので、まあそこの背後は意識して狙ってたのと、まあ、あとは龍河が入ってきて、まあ、すごくアグレッシブな選手なので、まあ、最初はそのシュートに詰めるイメージで狙ってたんですけど、まあ、それがうまく抜けてきたので、まあ、結果的に入ってよかったです。さっきあの冒頭でもおっしゃってましたけど、まあ、そこからすごくいい流れであの攻撃も組み立てられてた中で、まあ、3点目もう1個ちょっと突き抜けきれなかったっていうところがあったと思うんですけど、それがやっぱり次の試合に向けた課題だった。そうですね、まあ、そこのあそこでやっぱ1点取って逆転できればすごい自信にもなりますし、まあ、本当こう自分たちのやってることがこうまあ、継続してやれてきてるんですけど、まあ、その中でやっぱこう勝利につながらないとやっぱりいろんな声が出てきたりとかありますし、やっぱそういうのを自分たちで証明していかなきゃいけないので、そういうのでやっぱ勝ち切りたかったです。ただ、ね、あの嫌な流れのまま終わるっていうよりは追いつくところまでは持っていってホームに次つなげられるところかなと思うんですけど。そうですね、まあ、それは本当、まあ、昨年なかなかこうなかったので、そういう意味では点取って追いつけたっていうのは良かったですし、まあ、ここ、まあ、2試合勝利できてないので、まあ、次ホーム帰って、まあ、勝利できるようにまた1週間準備したいです。